成人の日の今日、全国で121万人の新成人が新たな門出を迎えました。千葉県浦安市では恒例の東京ディズニーランドでの成人式が開かれています。今年で15回目となった東京ディズニーランドでの成人式には新成人およそ780人が参加し、おなじみのキャラクターが門出を祝いました。大人の仲間入りを果たす新成人の夢や抱負は、教師になりたいなと思ってます。もう将来の方って、俺消防士になりたいです。はい、いろいろ人が幸せ、なんか喜ぶこと作り出したいですね。一方、3万5000人が成人を迎える横浜市では全国で最大規模の成人式が横浜アリーナで開かれています。一人暮らしを頑張る、貯金をする。文武両道で両方とも頑張っていきたいですね。総務省によりますと、1月1日時点の20歳の人口は去年よりもおよそ5万人少ない121万人です。